んこにちはデモクラシータイムスバーバニングイシューの時間です、えー、今日はねとっても充実したゲストをお迎えして題名は「日本政府は人権がお嫌い?」ということで、えー、日本における人権問題っていうののまあ何て言うんですかね個別なところを超えて この状況を変えるためにはどうしたらいいだろうかっていうお話をしたいと思います、えー、ゲストはですねまず私の左側が藤田さなえさんです、えー、この本が今結構売れてます で藤田さんは現在イギリスにお住まいで、えー、ヨーロッパイギリスを中心に活動されていて、えー、人権問題というと例えば日本からジュネーブに行って何か国連に訴えたいっていうような時にあのものすごく活躍してくださってきた方で、えー、そういうその世界から見た日本の人権ということを語っていただくことになると思います。というのとなんか写真家でもある。うん、はい

来ていただきまししした、はい、よろしくお願いしま,すまあ皆さんあのなんか日本で人権って言葉を使うともうその言葉だけで浮いてしまう言っているテーマも浮いてしまうし喋っている人もなんか私たちとは違う人よねって思われがちになってるっていう雰囲気を感じますが実は世界ではそんなことはありません。で日本について考えてみてもつい最近で言えば例えば首相がですね その同性婚を認めると社会が変わってしまうということを言った解説としてこの荒井秘書官がその隣に住んでたら嫌だとかその人や価値観は尊重するが認め,たら認めたら日本を出ていく人がたくさん出るんじゃないかっていうようなことを発言しこれが問題となって撤回した上謝罪してさらに更迭されるというようなこともありました。ここから皆さんとしては例えば あじゃあ夫婦別姓問題はどうなってるんだとかさまざまなことを考えますよね。それ以外にも拘禁されている人に対する取り扱いのひどさということも度々たびたびニュースになってきました。うんえー、た外国人 の人だから宇島さんのが亡くなった事件については今ちょっとあの映像が公開されてそれのスケッチなどが報道されたりしてまた皆さんの関心も高まっていると思うんですがあの事件だけではなく本当に人を人と思っていない収容の制度というのが日本では続いています。外国人に対してだけではなく 例えば精神障害の人たちが入院している精神病院での人権侵害とかそれから普通の警察に留置されている人が保護室の中で死んでしまっているとかそういうことも起こっているこれって本当はすごい人権侵害なんですね。そういうこともひっくるめて今日はお話ししたいと思います。でせっかくメディアの方2人いらしていただいているんで例えば望月さんってさこの荒井さんのこの発言って結構衝撃的でしたよね、はい そうですねなんか先ほどちょっと南さんと話していた事前の打ち合わせで、うん、夜の家の前の感謝かなんかでこそこそやってるのかなと思ったら総理首相官邸前の中か、よエントランスのよく首相を囲むところですね、うん、あそこで十数人のバンキシャに囲まれて堂々と、まあ、同性婚への見解を問われて見るのも嫌だ隣に住んでたら嫌だと。うん えね、価値は尊重するけれどこれを認めたら国を捨てる人が出てくるっていう、うん、まあかなりびっくりな発言をされてますよね。うん、でこれ直後に、まあ、出た瞬間に騒ぎになった時にやはり一部ですよ、うん、あの政治部のまあ記者とか元ベテラン記者とか、うん、それから自民党の西田昌司さんなんかが、うん、これ自体がオフレコ混乱の場で、まあ、つまりそのオフなので外に出してはいけない前提で、まあ、政府の 書書官のの本音をを聞聞くいいう場なんんででですすけれどうん、うん、そこで出たた話をこの毎日新聞の女性記者がまあ書いたんですねオフレコ破りをしますということを通告してデジタルで発信したんですけれどオフレコ破りをしたとはどういうことかという批判と、うん、まあつまりこれは毎日新聞というのは LGBTQ 含めてねああいった増進法案を進めたいというね、うん、そういう,こう社としての思いがあってうん、うん、それと結託した動きをあの女性記者がやったんだと。 そうな批判をされてたりして、<laughs> うん、でこのオフレコを破ったこと自体に、まあ一部の人がわかわわ噛みついてるんですけど、そうなんですよね。だからこの発言内容自体の LGBT に対するこのこの言いぶりっていうかな、まあ内心が出ちゃったっていうことなんだけれども、これがどうなんだっていうことの前に、うん、なんかその周辺の <laughs> そのメディアのオフレコ破りの問題がわっと出たっていうのも、まあ独特なのかな日本では。 日本におけるのまあ、まあ、確かに諸外国でもそのすごい背景事情を知りたいとか、うんまあ、外交上の機微にわたる、うん、関わる話で名前を出すとこれ問題が生じるっていうんでバックグラウンドブリーフみたいな形で、まあ、オフレコ名前を出さないっていう取り決めをして話すっていうことはあるんですけど、うん、日本の場合はそこはすごい拡大解釈されて。<laughs> 政治取材現場のかなりの部分が遅れ取材になってしまうとそこでしかいろんな情報が聞き出せないからっていうことで、うん、まあこれが望月さんに対する官房長官記者会見での他社のねこう他のメディアからの攻撃につながってくるんですけど、うん、本来であれば記者会見できちんと、うんえー、政府の代表者から見解を聞き出すそこで追及するっていうのが、まあ、これ 一番みんなメリットがあるにもかかわらず、うん、まあ裏で聞く機会を奪われたくないっていうんで、会見で余計なことをするなみたいなね、そういう発端が広がっちゃってこっ,っそり聞くぞっていう、こ、うん、このベトナールートでこっそり聞くぞっていう。うんうん、そうでその本音を引き出して聞いて、それをメモで上げることがその社内的にも。 をここまで菅さんんに食い込ででるのかとかとね、うんうん、ここま岸田さんやあの側近秘書に食い込んでるのかっていう政治部番記者の評価にもなるので、うん、私の時やっぱり私が攻撃された一番の大きな理由は、うん、私があの会見でなんかバンバンこう質疑をやり取りすると、うん、菅さんが「うん、もう対決です、ね、今日はなし」って言ってね、うん、でオフコンがほとんど夜なくなっちゃったりあの会見の直後にも復帰券になって,て断ったりとか、うん、そうすると彼からだからその会見の場ははっきりで、まあ、はっきりで二の次でどうでもよくて、うん、その本音に迫られ られる場が望月の質疑によって奪われてるみたいな。それがその、うん、やはりその番記者たちの反感につながる。だから、それこそオフレコの拡大解釈と、うん、まあ。まあ、ある種の癒着みたいなところが、結果として。うん、なんていうかな、政治家にも利用されてるし、メディア記者にとっても、なんかまあ、まあ、甘い蜜なんでしょうね。うん、それ、うん、だから、この話も、例えば岸田総理が、うん、総理の部屋でですね、うん、こう。いや。 もうどうせこうね見るの俺嫌だから、うん、こうまあちょっと社会が変わるとか答弁しようぜみたいなことを打ち合わせで総理が言ってたんだってことを荒井秘書官が、うん、いやこれとんでもない発言だからこれ自分の名前出さないと困るけどこういうことがあったんだっていう時はこれはオフレコというか取材ゲームを取得するってことは公共の利益との兼ね合いで成り立つと思うんですけど。うんうん 新ただ単にこの人の、ね、暴言というかねあの人権侵害発言を垂れ流してるわけじゃないですか。うん、でしかも官邸の中心で主要のメディアを集めてね、うん、そういう。 だからこんなの認められるはずねえだろうっていうことを振りまいてるのをそれを触れこだっていって取材権の取得とか守っていく必要性は全くないわけですよね,、うん、ねでもそこは根然と一体となって、うんうん、まあしかもきちんとね表の場で追及をしたり議論する人を排除するところにも使われてるってところが結構罪、うんね、闇が深い。これね、うん、だから あの普通の人たちっていうかなメディアでなくてこういう人と接することが通常はできない人たちにとってだから普通の人たち国民とか住民とかにとってはその政府の中枢にいてまさに首相に対していろいろこうあの何 演説原稿を書いたりするような立場の人がこういうことを考えているんですよっていうことを知るってすごく重要なことじゃない表向きどんなに立派なことを言っていてもうん、うん、実際この人たちが考えてるのはこういうことだからまさに政策がこうなっちゃってるんですよっていうのを知るってさうん、うん、私たちにとってはものすごく大事なことだと思いませんかがオフレコりの行儀悪いいっていうところで、うん 蹴飛ばされてしまうっていう、うん、この日本の状況は何なんだっていうことも、ね、一緒感なんですその後は あの、事務次官の筆頭候補だと思いますし、そうすると本当に霞谷関のね、うん、官僚の中でもかなり実権を握る方なわけで、うん、それがこういう発言をした。うん、でも、記者さんって、まあ、元々の発言は、彼以上に私は問題だと思うのは、同性婚で社会が大きく変わるという発言をした記者さんですよね。うん、で、これ今、今もって、これ国会答弁から撤回してないわけですよね、うんで。社会が大きく変わるのかって言ったら、これが出て、まあ、また、 再び、あの、い,いっぱいいろんな人に主張されてましたけれど、うん、ニュージーランドの10年以上前に、この同性婚を通そうとしたときに、うん、あの、 その反対派の人たちに対して賛成派の人が説得する動画が出ましたよね。うん、あの、あなたが今回この法案が通ってもね、あなたは無事に家に帰り、お <laughs> 風呂に入り、ね、犬を散歩しとか、<laughs> 何もあなたの生活には影響がないんだというね、あ,うん、ああいうことが、そ,ね、それね、面白いから、ちょっとうちのチャンネルで,で、えー、短くしたのがあるので、ちょっと流しますね。それはそれであの見てください。<laughs> Who were seriously worried what this might do to the fabric of our society? I respect their concern. I respect their worry. They were worried about what it might do to their families and so on. Let me repeat to them now, sir. All we are doing with this bill is allowing two people who love each other to have that love recognised by way of marriage. That is all we are doing. We are not declaring nuclear war on a foreign state. We are not bringing a virus in that could wipe out our agriculture sector forever. We are allowing two people who love each other to have that recognised. And I can't see what's wrong with that for love nor money, sir. I just cannot. I cannot understand why someone would be opposed. I understand why people don't like what it is that others do. That's fine. We're all in that category. But I give a promise to those people who are opposed to this bill right now. I give you a watertight guaranteed promise. The sun will still rise tomorrow. Your teenage daughter will still argue back with you as if she knows everything. Your mortgage will not grow. You will not have skin diseases or rashes or toads in your bed, sir. The world will just carry on. So don't make this into a big deal. This is fantastic for the people it affects, but for the rest of us, life will go on. And finally, can I say, sir, one of the messages I had was that this bill. Was the cause of our drought. <laughs> this bill was the cause of our drought. Well, if any of you follow my Twitter account, you will see that in the Pacaranga electorate this morning, it was pouring with rain. We have the most enormous big gay rainbow across my electorate. It has to be a sign, sir. It has to be a sign. If you're a believer, it's certainly a sign. And can I finish for all those who are concerned about this with a quote from the Bible? It's Deuteronomy. I thought Deuteronomy was a cat out of cats, but never mind. It's Deuteronomy <laughs> chapter 1, verse 29 Be ye not afraid. <laughs> uh あのどうなのかなこ,のこういうそのメディアがあの報道するっていうことについてのなんかちゃちゃを入れたような批判っていうのはこ,うこの望月さんがさ一時期この菅さんの天敵と呼ばれ大騒ぎになっていた時期と大して変わってないの そうですね変わってないし菅さんはもっとある種の協力で演出で <laughs> そのことを外に出そうものなら、うん、え局全体にも圧力かけるぞぐらいの勢いでやってたあの時私をやっぱりあの国連とかそういうあの人権委員会の,、うん、あの発言をバックに支えてくれたのが、うん、今日そのお呼びしている藤田さんなんですよね。そうなんですよね、うん、でこの本の本中にもその、まあ、具体例 まあ舞台例というとまあ過去の話になってしまうんですけれどもこの「情報表現の自由」っていう章の中で望月さんに対するその圧力についても言及されていてえこの時国連の特別報告者という方がですね望月さんの名前にも言及してこの日本のメディアと政治の状況について発言をされてきていてこれ結構衝撃的だったんですけど藤田さんこれはどういうところにこの 報告者の方は着眼されたこれはですね、ええ、あの望月さんが相当いじめられている時に、うん、まあ私ももう知り合ってたんで、うん、時々情報を聞いてたんですね。であの官邸から東京新聞とあの記者クラブの方に圧力手紙がいったということが明らかになりそして南さんがあの委員長されていたシムローレンとか講義の手紙を。うん 声明を出したっていうことを、まあ、私がデイビッドケイさんという特別統合報告者国連の方に。情報を提供したら、これは大,大問題だということで、まあ国連の手続きを通して。政府に、まあ書簡を送るということをされたんですね。で、それであの、まあ数ヶ月後に、それが公表されて、私はそれを、まあ。日本語に訳して、あの。 チームローレの方とかにお送りした,そう,いうことたそうするとあれあの例えば藤田さんはずっとそういう国際人権の世界のいろんな学者の方たちとか、うん、その研究者の方たちと、まあ、ずっと連絡を取り合ってやってらっしゃるわけだけどそういう世界から見ると、うん、やっぱり望月さんに対する、まあ、いじめと言いますけど <laughs> いじめの状況とかあるいはそのこのメディアに対する、うん、こうなんていうのかな怪獣 だったり、圧力だったりっていう状況っていうのは異常なことなんですか。いや、あれはですね、私も本に書いたんですけど、うんうん、ああいうふうに一人の人が。えっ、ー、と、まあ、やおもてね、とってもう、あの。答える資格はないとか、うん、もう、まあ、簡潔にとかも。言ってる状況を、私、その、自分のクラス、め、なんか、の。イギリスに勉強しに来ている友達に言ったら、うん、やっぱり、それはもう、ありえないと。うん、で、ネパールの友達が言ったんですよ。そんなことを、ネパールであったら、みんな。 部屋を出ててて記者全員が結託してあれあの抗議すするって言っ言たんででね、うん、ネパールさだから日本の場合は望月さんのまた望月さんと東京新聞の問題になってしまった。うんうん、あれは本当だったら記者結託して これは報道の自由の問題だということになるべきところがそうでならなかったとっいうのはやっぱり日本特有の問題そしてあのデイビッド・ケイさん、ね、特別報告者の方が日本を調査したときにやはりその日本のメディア、まあ、日本だけじゃないんですよ政府がメディアに圧力を与えるってどこの国でもあるうん、うん、でもそういう圧力はどこでもあるけど日本の場合はそれに対抗する力がメディアはすごく弱いうん、うん、その一つはやっぱり、ね、今おっしゃったような記者クラブの問題があって。うん 連帯することができてないのは、それ一つだよ。だから、それを改善しなさいよっていうことがけ、あの、勧告されている。記者クラブ制度にも触れていたところもね、うん、なんか、深いなと思いましたけど、南さんは、どうですか。老練、うん、の立場としては、うんうん。だから、本当は、その、連帯をする。うん、まあ、そのメディアが。ちゃんと報道の自由であったり、うん、権力者から、きちんと情報開示を解除させるってことで、そこで。 まあ、メディアがスクラムを組むってことは、うん、これは方法論としてありなんだけれど、うん、記者クラブがそうした連帯の基盤じゃなくて、うん、まあ,ある種の慣れ合いというかね、うん、あのそれこそ荒井書官のオフレコでとんでもない発言をしてる時に、うん、まあ毎日新聞が思い切ってあのちゃんと人間は切りながらも書いたってこれは素晴らしいことだと思うんですけど、うん、その時にいやなんでそんなのを書くんだって足を引っ張る人間が、うんうん 他の社だからそこ、うん、どこを向いて連帯をし、うん、なんか一緒にメディアとしてのこうチームを組んでるのかってところの本質を全く見失っている状況があると思うんですね。それはととかしないといけないいいけですよね、うん、あのつい最近あの沖縄密約の西山記者が亡くなりましたけれどもあの件もですね結局西山さんがスクープした問題の中核の、うん ではなくてそれを入手したところにその情実があったとかその女性との交際があったとかっていうところに何かん,、うん、ん,んか他のメディアも集中してしまってうん、うん、なんかその。 おなんていうのかしら全体がすごく歪称化された沖縄密約の問題が歪称化されてしまったっていうこともありましたよね。うん、やっぱりなんか今になって西山さんが亡くなったところであちこちの新聞とか報道で西山さんの功績っていうんですかね、あのスクープの意味を説明されたりするけど、あの時もやっぱりこうなんていうかお互いに足引っ張ってたようなとこないですか。まあ多分世の中がそういうこう大きななんていうかな。 核密約って政治部的に考えればすごい重い話なんですけれど、うん、その常時常時常時通じて,です通じてあの一行が出た瞬間に、まあ、いわゆるその一般庶民からすると面白おかしい話っていうか、うん、スキャンダルっていうか、うん、外務省事務,事務官と、うん、あのベテラン政治部記者とのなんかそのね まあ不倫スキャンダルみたいなことに、多分普通の新聞とかよりもあの、3時のあなたとかあの時やってたのかな、そういうところが食いつくと <laughs> 面白おかしくなっちゃったのかなっていう気はするんですけど、どね、ただちょっと私はあの、つい先江川翔子さんが、うん、ヤフーニュースで外務省機密漏洩事件、記者たちの証言っていう、そこの記事を読んだ時に、うんうん、政府は実はこれ核抜き本土並みっていうのを当時考えてなくて、うんうん、核付き自由使用という、うん、つまり核配備をしたまま、 アメリカに自由に基地を使わせるみたいな。非常にアメリカにとって有利な形で、これ外務省側がね、うん、アメリカが強硬なんだって言ってやらせようとしてたと。うん、その時なんとですね、これ読売のナベツネさん、渡辺恒ネ夫さんが、うんあの、当時ワシントンにいて、うんうん いわゆる国務省とかを取材すると、そうでもないと、やっぱり日本の世論次第だみたいな動きがあることを察知して、うん、これはもっと実は、あの、もっと柔軟に考えるべきだって言って、うん、実はだから、ここら辺は偉いなと思ったんですけど、格付き自由使用ではなくて、格抜き本土並みっていう世論を作ってたんですね。うんうん、で、まあ、あの、この、なべつねさんと、それから、うじい一郎さんって二人もね、嫁のベテラン政治部長ですけれど、うん、この二人は、この西山さんの事件に関しては非常に真摯に出て、うん、この、まあ、 裁判自体がおかしいし本質的にはこれはその密約の問題なんだということを訴えられてたんですよね。そこはだからある種のその話を聞くにつけ別に政府べったりでもないわけだし日本にとって本来の国益とは何かっていうある種のいろんな鍵かもありますけどそれを政治部記者としては真摯にこの2人も考えてたってことが分かったのでこれ今の日本の政治部記者がこれやれてるかなっていう意味では。 すね安倍晋さんがそういう裁判に出てしかも他社の安倍晋さんね裁判に証言証人として出てかなり思い切ったことをおっしゃってるんですよね。あれ例えばですよ記者クラブじゃないけどアメリカでトランプ大統領が記者会見やってた時に CNN のアコスタ記者がマイク取り上げられたとかそういう何か。 被害を加えられたりあのメディアの権利が侵害された時にうん、うん、その時は違う立場のフォークスニュースとかもこれおかしいって声を上げるわけですよね、うん、アメリカの場合だと。えー、この西山事件の時にナツ詰さんが起こした行動も、うん、毎日新聞の件じゃなくて、うん、これは自分たちみんなに関わることだって言って、うん、裁判という場合にも出た。うんうん、やっぱりそういうい 社の枠を超えていかにちゃんと連帯をしこれおかしいという声を上げられるかというのが大事なんだけれど、うんうん、そこを踏み越えられてない、うん、むしろこういう内向きのねこう論理で、うんうん、うなんだオフレコ破りだとや明日の自分たちのオフレコでこう聞ける話が機会が奪われちゃったじゃないかみたいな話に矮小化されていくと、うん、それはもう権力側のもう都合ですよね。 それは回り回りって私たちの判断材料がなくなってくるっていうことにつながってくるわけでまあメディアの権利とかメディアの自由って言ってるけど最終的にそれが立脚しているのはその普通の国民普通の住民の人たちの知る権利にどれだけなんていうんですかね 役にに立ててるるかっていうところにかかというころってくるんだと思うんですだから私たち自身の人権の問題でもあるんだけどなかなかそこの間が長くって <laughs> 分かってもらえないなっていうことも多いことは確かですよね。でまあこれは LGBT の権利の問題で問題発言ということになったんですがこれで慌てて LGBT に関して権利擁護の法制がなかったり同性婚を認めていないっていうのはその 今度開かれる G7、うん、そうですねだから、うん、あのもう LGBT だけじゃなくて同性婚がなかったり、うん、差別禁止法がなかったり、うん、それこそ藤田さんたちがね、うん、当然して人権の問題を含めたその包括的な禁止条約的なものがないっていう、うん、これ再三にわたってね,ね先ほどお話ししたらもう20年以上話されてきたことで,、うん、で LGBTQ 理解増進法でさえ あれ、稲田智美さんがやるべきだって言ったら、もう、つま弾きにさせられて、うん、うん、あの、支援者や日本会議からもう、おろせおろせって話になったりして、うんうん、彼女ははっきり言うと、えっ、ー、と、安倍さんが非常に可愛がってた後継候補者でしたけれど、あの発言が出た後以降は、高市さんが出てきたわけですよね。うん、つまり、その、中教右派とか、あの、日本会議とか、うん、それこそ統一協会も入りますけれど、うん、ああいったもの、 方たちからすると、そういったその差別禁止法ですとか、うん、それから同性婚とかね、LGBTQ の増進法とかね、これすべてやってほしくないわけですね。うん、なるほど。そういう影響がもうかなり強くて、岸田さんも全く進められなかったのだけれど、うん、今回その秘書官を更迭ということを機に、うん、本当はもっとあのそこだけじゃダメなんですよ。差別禁止法とかいろんなまあ記者さんが取り上げているテーマみたいをどんどんやらなきゃいけないんですけど、うん、もう。 あの、とりあえず理解増進法だけは何とか進めようかなみたいな、うん、ここが現時点ですかね。うんうん、そうなんです。藤田さんねに、日本にいると、なんかこの小さい議論っていうか、うん、低いというか、うん、小さい議論、うん、これが,がまだ乗り越えられていないために話が小さくなってしまうんですけど、うん、例えば LGBT に関しても、今も自民党が出そうとしているというか考えようとしているのは、うん、理解を増進する法律なんですよ。うん そこに差別を禁じるっていう言葉を入れることがいけないみたいになっていてこれ,これってどうですかまあちょっと… まあこのシングルイッシュだけじゃなくてもうあんまり時間もないで言いますと日本は過去20年ぐらいも同じ勧告ずっと受けてるんですよ、うん、国連から。うん、で日本はですねあの、まあ、基本的な人権条約すべて一応批准していて定期的に審査を受けてます、うん、で私も10月に行ってきましたでその時にあのいろんな差別問題出てくるんですね、うん、まあもちろんその今のね、うん、LGBTQ もそうですけど、うん、例えばあの選択的夫婦別姓を世界で認めてるのは日本だけですよ。うん そういう国は他にないんですよね。うん、で、それとか、あと、まあ、外国人差別の問題、今度、も,も心配な入管法の問題もそうですよね。うん、あんな、なんか、あの、 入管の、入管局の上の方の人たちが、えっと、なんか外国人を煮てこうが焼いてこうが自由だみたいなことを60年代言って、いま <laughs>、うん、だにそれ変わってないじゃないですか。うん、でそういうのをもういろんなことが出てきて、であの例えばですよ、国連であの審査の時にですね、ブラクとか在日コリアンとか、うん、そのまんま言うわけですよ。うん、英語にならない。 それぐらい日本特有の問題がもう20年ずっと言われてて、うんで、そういう問題が解決されない、その、議長が言いました最後に。うん、そういう問題がずっと変わってないけど、うん こういうのはすべてね、日本がもっと包括的差別禁止法を作ることによって、解決できるんじゃないかと言われました。うん、で、これもね、増美さんもご存知の、ずっと言われてることなんですよ。うん、そうなんですよね。ね例えばね、か、うん、まあ、ヨーロッパで言うと、その差別包括的な差別禁止法の中では、どういうことが決まってるんですか。か例えば、イギリスも、あの、うん、イコーリティアクトっていうのが、もう、あの、十数年、何年だかな、あの、ね、施行されて、それは。 性別年齢、うん、性的指向障害であるかどうか、うん、言語あの人種、うん、もうそういうのがあの はい、十いくつあるんですか。カテゴリーが。で、そういうふうのができてしまうと、もうあのそれに反することはすべても違法なわけですよ。日本の場合はそれをなんか被害者がいちいちそう説明して立証しないといけないでしょ。そういうことをしなくていいんですよね。それを早く作りなさいということを散々言われてきてるにもかかわらず、まあなんかすったもんだしてそれ全然進まないと。でも全然なんかスタート地点が違う。そうなんです。だからこれなんで進まないのかって普通に考えれば当然の人権が守られてないのが外国人でも性的き マイノリティもそうなんですよね。うん、いかにこれが差別的なものなのかって、うん、でこれ私あの松岡宗志さんというあの、はい、ゲイを公開されていろんな、うん、あの発信をされてる方ですけどこの間インタビューしたらやっぱり自分がこういろんな超党派の動きを含めて向き合って、うん、その差別禁止法を含めた包、ね、括的なものを作ってほしいってことを訴えてても、うん、やはり自民党与党のま,またまあ一部野党もいますけれど、うん、人たちのやっぱり反発っていうのが根深い。うん でそれは何でかっていうとやっぱり先ほどちょっと言いましたけど宗教右派的な日本会議あの神社本庁神道政治連盟および統一教会こういった人たちはやっぱり差別化を捨てることで男女も含めてですよ差別をすることでやはりその。 まあ,ある種権威主義的なものとか国体みたいなものが守られていくんだとだこういった考えのもとであるから差別をなくすと逆に困ってしまうんだと。でやっぱり想像以上にこういう人たちの影響力は強いしこういう人たちをバックに持った政治家っていうのはやっぱりそれに反発できないっていう中です割と 小さい存在なんですよね、うん、なんか日本会議なんかの方がずっと大きな組織なわけですけど、うん、例えば国際勝共連合の運動方針なんか見ると、うん、まあこの同,同性婚合法化行き過ぎた LGBT 人権運動に歯止めをかけ正しい結婚観家族観を追求するとか言っているわけで、うん、さらにずっとここのとこ問題になってきましたが、うん、自民党の中でその推薦確認書を統一教会からもらっている方の確認書の内容というのは あの例えば同性婚合法化に関しては慎重に扱うとか、まあ、家庭教育支援法と青少年健全育成基本法っていうのはまあ要するに家庭が基本、うん、個人ではなく家庭が基本っていうことの内容のものなんですけど、うん、こういうのをまあ取り組むっていうことを約束して票をもらって議員になってるっていうことになると、うんうん、これは嫌でも だめ、だめって言わざるを得なくなるんですかね。これ朝日新聞のスクープでしたよね。うん、これどのぐらい影響力があったって見てます。確認書自体。うん、まあ、<れ>だから。統一協会は。確かに先ほど増美さん言われたように、うん、そんなに規模が大きい団体ではないんですけど。でも政治家って的く目に見える票を欲しがるわけですよね。うん,うん、うん、で、とりわけ自民党の場合。組合とかのバックはない中で。 まあ宗教団体のようにこう運動員を派遣をして無償でボランティア,ボランティアというかあの無償霊色な運動をやってくれるところに頼りがちで,でとりわけその選挙にそんなに強くない人たちですよねそこはかなり影響を受けていたんじゃないかなという気がしますよね。 これは去年の夏の参院選挙の時の,あの自民党の j ファイルっていう政策集なんですけどこの中には家庭教育ってまあ要するに家庭が一番っていうことを前提とした公約がもう入ってしまっていてまあそういう意味じゃまあ身動きはできなくなっているのかなとそれと南さんおっしゃるみたいに例えば市町村の議員なんていうのは票はもう目に見えるだけでこれだけあったら当選できるっていうふうになるところの固いものを そういう右派の人たちが名簿を出してくれるっていうことになるとどうしてもそこに引っ張られていくっていうことになるのかなとは思いますけどねでもどうなんですか日本だとなんかと,とっても不思議なんですけど差別を禁止する法律を作って差別が禁止されて違法だってことになると私の内心の自由が侵害されるみたいな、うん、議員でもそういうことを言う人いますよね <laughs> 反対理由に。 そういうのどうですか？世界的に見て、あのちょっと話ずれるかもしれないんですけど、うん、今日すごく細かい人権の話してますよね。うん、で、これ聞いてる方はいや自分直接関係ないわと思う人もいると思うんですよ。うん、で、その外国人とか LGBT も、うん、その人たちは気の毒だけど、うん、それイコール人権ではないんですよね。うん、もう一部ですよ。うん、で、私が授業とかで一番最初に言うのは。 私たちは毎日人権行使してんだよっていうことです。うん、ね。人間らしく生きるために何が必要かというと衣食住ですよね。うん、教育を受けること、うん、こうやって情報を発信する情報を受ける、うん、男女差別なく教育を受ける。うん、それ空気のように思ってますが、それ全て人権なんですよ。うん、で、人権条約の中に全て規定されているわけですね。うん なんか侵害されて初めて気づくわけじゃなくて私たち本当に毎日それを空気のように思ってるけど、まあ、しんあのそれがなければ生きていけない、うん、そういうものであるということをまず抑えておかなきゃいけないと思う、うん、そのうちの1つがやっぱりこういう差別の問題であるということで、うん、だからまあ差別、まあ、もちろんねな,なのくす必要はあるんですけどそ,そこだけに執着してはいけないと思うんですよだから、うん、でそこの差別の問題がちゃんとコリアできないような国がですよ、うん、あなたの人権を守ってくれると思いますかっていうことですよまず。なるほど <laughs> <laughs> 自分たちも実は関係ないと思いながら、侵害を受けている可能性が高いってこと、ねそそ。そうですね。だから入管の問題なんて、外国人の人と自分に関係ないわと思ってても、そういうところに。本当に社会の一番根底の本当に弱小の人たちを守れない国がですよ。<然>例えば女性の権利をちゃんとしゅ、なんか尊重しますか。うん、多分違うと思うんですよね。うん、だからやっぱり全体的に底上げしなきゃいけない。うん、人権感覚っていうのはちゃんともっとみんな共有しないといけないかなと思いますね。すねうん、ただ現実的に統一地方選を前に、えっ、ー、とさ ね、あ、そうです、今年のニュースですけれど、十六県連が、全国の16県連が統一協会等々に関する調査はしませんと。つまりもう、そことの関係性追求しちゃうと、候補者とかね、事務員とかね、秘書とかね、いろいろこう繋がってるわけですよね。え、なんだっけ、あれ、チューリップテレビなんかが、富山の知事も市長もね、数万差で保守対立みたいなことで、結局数万票で勝った知事とか市長が、あの、実は統一協会お世話になってましたとか、そういうのがもう全国に溢れていて、でも ある種ですよ、ここを断ち切っていかないと、 あの、宗教右派の、やっぱりバックアップした、今言ってるね、人権問題、うん、差別をやっぱり禁止すべきだって、こう、当たり前の話が、当たり前にならなくなっちゃうわけですよ、政治の世界で。うん、で、これをやっぱり変えるためには、統一教会の影響が、まあ、これも一部ですけど、宗教右派の中でも。うん、でも、どのぐらいあったのかっていう、その、選挙、えっ、ー、と、選挙というか、昨年末には、もうメディアが大騒ぎしてた問題に、もう一回、これ、選挙前に、スポットを当てなきゃいけないんですけど、うん、今、はっきり言うと、まあ、ミヤネ屋と鈴木エイトさんとか、有田さんが頑張ってるけど、<laughs> まあ、新聞もテレビ、ちょっと縮小儀 意味で、うん、ここはね、あの、やはり、その、当然のことが、当然されてない日本の異常さっていうのを。うん、この宗教派と統一教会だけではなくね、うん、こう、やっぱり、つながりっていうの、をもう少し、メディアも、紐解かなきゃいけないし。なるほどね。と思います、ね。まあ、でも、指摘されないと、わかんないっていうところは、すごくありますよね。特になか、人権とかって、こうん、なていうかしら、白い画用紙に、白いクレヨンって書いてあるような。うん 権利だったりして、こう汚されてバッてやられると初めてわーっと浮き上がってきて、うんうん、ここに人権があったんだってみんなが気がつくっていう風になりがちですよね。だからその例えばだからヨーロッパの国とかっていうのはなんかこう人権教育っていうようなことはどんな風にならまずですねその日本で考えられてる人権が本当の人権教育でゃないんですよね。うな人権イコール思い入りと擦り込まれてませんか。うんうん、そう カ人に対する思いりですそ,<う><ー>それがもう全然違うそれ私の本の一番最初に書いてるんですけど人権の思い入れは別物、うん、で日本でそういうふうにあなたの親切人権実現しますみたいなことをずっと刷り込まれてるわけですけど、うん、それじゃ絶対実現しないんですよね、うん、それだけじゃダメです本当は政府の義務っていうのが関わってくるわけです、うん でその政府の義務を細かく聞いてしているのがやっぱり国際的な条約でありますよ、ねうん、国内の法律もそうですけど、うん、そこをスコーンと抜かして例えばいや子どもの,、ね、の貧困問題皆さんでいや子ども食堂で頑張ってください万歳だけではだめですよね。うんうん、やっぱり政府がちゃんと予算を組んで長期的にやっていかなきゃいけないというそこをすっ飛ばしてなんか人権というのがすごく賠償化されて日本で教えられているというのはすごく問題。それははヨヨーーロロッッパパでで絶対あありまませんよ逆に言ううとと差別禁止法という法い律がまずあるから それこそ小学校に入ればその禁止法とは何を禁じているか差別とはなぜいけないのかみたいなことを普通にみんな習うんですかそれで差別だけじゃないんですよ人権はね。うん、ねで例えば子どもの権利条約を見れば子どもの権利はこういうのはあります、うん、聞いて意見を聞いてもらう権利があります、うんうんね、っていうそういうことを教えてくれるわけ教え,、うん、教えられなきゃいけないんですよ。うんだけど あの差別受けたから人権侵害だけじゃなくてこういうことをやっぱり守られてないそう権利です権利を学ぶっていうことがそうで権利が例えば実現されてないときはどうやって実現するんですかっていうことを学ぶのが人権教育なわけですよねでその方法っていろいろありますよやっぱりでもそれはやっぱりその何があの規定されているかどういう権利がありますかということをまず教えてもらう必要があるわけですだけどそれを教えたくないですよ権力者はそんなこと教えたらねみんながねみんなが武器を持って戦う 触られたら困るから、じゃああんたたちの詩人権の問題ですというふうに矮小化しているのが日本の今日本の人権教育なわけです。だからスタート地点がやっぱり違う。でもそこに気づいてほしくて私はこれの一章書いたんです。一章は例えばこれは後付けでした。本当にでもこれやらなきゃダメだと思って。そうね。一章というのはまあ当たり前のことです。国際人権とは何かっていうところから始まる章なんですが。 日本でかあの,あの今の思いやりの話ですよね。うん、それからどういう視点を取りかえその一体どうやったらその人権というものを守っていけるのかという大きな枠組みというのがあるってことですよね。まあ枠組みはど,どうやったなそうですね。まあそれ最後のに書いてるんですけど、うん、あのまあ。 私たちが、例えば、もう食料の権利っていう権利があります。教育の権利というのはあります。みんな本当に毎日権利を、この人権を行使して生きている。うん、で、それを、まあ、守れてないから。うん、いっぱい韓国を受けてるんですよ。国連<う>から。もう、真澄さんもよくご存知。<laughs> いや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 。もう散々受けてきて。うん、でも、日本政府は一切それを真摯に受け止めていない。うん、いや、<laughs> そもそも、その、なんて言ったらいいのかな。人 これはちょっと脱線してしまいますけども国際人権規約の中にはその政府が何年ごとに,にその日本におけるその人権の状況がどうなってるかっていう報告書を出さなきゃいけない義務があるものがいっぱいあるわけです。はいうん、でこれは結構大事な言葉として「建設的対話」っていう言葉があってその批判もする。 それに対して反論もするだけどその中で結局人権を進めていくためにどうしたらいいかっていうことに進んでいく建設的な対話が必要だっていうことになってるんですが、うん、日本人というか日本政府ってこう批判されると,、うん、と批判されるとパシッて全てを否定するっていう対応になってしまってるっていうとこあれはでも外国から見たら変だと思いません あんまり言えないんですけど私はジュネーブに行くといろんなことを聞いて日本の対応は本当にちょっと理解できないということはもうよく聞きます例えばですよイギリスの外交官と話してる時にこう言ったんですよね。うん 政府は批判されて当たり前批判されたら直したらいいんだって言ったんですよ。うん、そういう態度は日本の政府にはないですよね。<laughs> で、本の中でクリティカルフレンドという言葉を私紹介してますけど、うん、クリティカルフレンドっていうのは、なんか大事な友達が危険なことをして傷つきそうな時にはダメだよっていう、うん、そういう概念なんですね。うん、で、そのクリティカルフレンドっていっぱい英語ではまあ出てくるんですけど、日本でそういうまあ考えないじゃないですか。ね、で、まあ国連のそういう、ね、専門家とか委員会の韓国っていうのは、クリティカルフレンドからの だと思うんですよね、うん、でそれをありがとうございましたと耳痛いけどありがとうございましたそれをまあまあ守っていきますって言える人はやっぱり成熟した人だと思うんですよ。うん、だけど未熟だったらお前が悪い自分悪くないんだと。<う>で今残念ながら日本はずっとそういうい態度を まあ貫いてきてるかなと。そうですよね。あの前さっき最初の方に話が出たデビッド K さんという方が、うん、まあ日本にも調査に来て、うん、いろいろあったんですけど、まあ、これあのごたごた思い出してくださる方もあるかもしれません。あの政府が来るのを思った後にしようとか断ったり。ドタキャンしましたから。そう。<laughs> したりですね。はい、いろんなことを。 言われたことについても一切耳を貸さないという明らかにヘンンテコリな態度で応じてまその話をそういえば思い出しましたけど「ドタキャンしましたよね」って菅さんに見つけたら、うん、その後また注意文書が回ってきて「<意>ドタキャンはしてない」事実誤人だ」って言って。<laughs> <laughs> あれでも実質ドタキャンでしたよね。ドタキャンですよ。はい。行くと言ってて、その数週間前に行けなくなった。あ、週間前ですよ。3週間前。私、ジュネーブから電話もらって、あの、キャンセルされた。もう、心臓止まるか思いましたすね。俺、はしないんだけそう。それも書いてますから、本人。裏話。もう、事故やもっていろいろ書きました、私。あかその2月3日、つい最近も国連の人権理事会が死刑廃止制度、それから入管使用施設、医療体制とか、 えー、他にも、まあ、性的マイノリティの差別解消、同性婚の合法化とか、うん、ま、今今日お話ししたようなこと、全部勧告受けてるんですよね。うんうん、で、これについて、 取り上げてるメディアもやっぱり少ないし、記事も小さいし、で、その度に私は、イギリスにいる、あの、サライさんから、どうなってんのって言って、もう、なんだんもそうだ、もう、行動しないんだって言うんですけど、やっぱりでも、正式の記者会見でぶつける人も、まあ、いませんよね。そういなかったりするんですよ。うんうん一応みんな、あの、用意してるんですよ。韓国受けると重いことなので、反論の文章を秘書官とかが用意してるんですけど、この間も、質問してる記者がいないから、私が斎藤大臣に質問しましたけどね。 だその国連に対するメディアの <laughs> 日本のメディアのやっぱり位置づけ、うん、人権理事会に対する位置づけっていうのもはっきりと弱い、うん、海外からすると非常に重たい。うん、あの、うん 重たく見られてますよね。この国連の勧告をいかに改善して、そのクリティカルフレンドとうまくやるかっていうのがね。大体ね、政府がね、もう変典な閣議決定してますよ、2013年に。安倍さんの時に。あの、ま、条約機関からの勧告は法的拘束がないから守らなくていいって、ぶっ飛んだ閣議決定をしてですよ。それをそのままメディアがね、本当にそれに基づいて垂れ流してますよ。韓国は、あの、韓国、あの、主張としてわ た人が日本についていろいろ言ってるだけ。そうそうそう。お前に変わってんだって。そうそうずれまくってるんですよ。これが本当にだからちょっとあの勉強してほしいなって思います。でやっぱりねそうやってメディアが私が講演会とかでこういうこと言われてるああいうことか言われてるよって言ってあの学生とかもびっくりするわけですよ。知らなかった。どこでこの情報得れるんだ。なんでメディア報道しないんだって言いますよ。だからやっぱりメディアの人がやっぱり勉強してで垂れ流すだけじゃなくて政府 やっぱ筋違いの反論しますから、うん、それはどうなんだと、うん、でこういうふうに反論してます丸だけじゃなくてこの反論はいかがなものかっていうところまで踏み込んでやっぱり報道してほしいなと思うんですね。うんうん まあそういう形でやっぱりクリティカルフレンド、うん、まあメディアもクリティカルフレンドになってやってもらわないといない何度かこの「デモクラ」でも私言いわし,、うん、していただいたんだけどこの死刑制度についても本当に今収束していて、うん、あのでこの間古川大臣があの加藤智大秋葉原の連続、うん、えとさ無差別殺傷事件傷であの死刑をやった日に、まあ、記者会見が開かれて普段は10人ぐらいしかいないところが4四5 0人来て、うん、いろんな記者が来てるわけですよ。 でも、その、その日っていうのは、あの、えっと、山百合園の、あの、障害者施設での、うん、あの、殺傷事件の日から何年みたいな人、うん、全く同じ日に死刑を執行したんですね。で、私も、やっぱりその、見せしめ的にやってることはショックでしたし、うん、で、加藤智弘さんの場合は、まあ、地裁のやりとりを見てたので、うん、彼の、その、幼少期の虐待とか、まあ、決してバカではないんですね、うん、加藤さんっていうのは。やっぱり、それ、やったことの重み含めて、 もうね、別に何も反省しませんっていう状況でないことも私自身もまあ感じれたっていうのはあるんで、うん、で、果たしてじゃその制度で人を殺すということを認めていいのかみたいな、うん、まあ、これ、e、EU では今、死刑って廃止ですよね。うん、EU 加盟するには、あれ、あのプルコでさえ加盟のために死刑、あのプルコでさえですよ。廃止したようなところがあるのに。<laughs> すいません、まだ日本がこう、ね、当然のようにやって、で、その4 50人いる記者会見の時びっくりしたのは、誰もこの死刑したことにこう、疑問を挟むというか、 この状況どうなんだというのをふうに聞いたのがこう私と朝日新聞のそのえっとベテラン編集員からの人だけだったんですね。うんうん、であるその女性某通信社の記者さんがびっくりしたのがですね「ここ最近まあ無差別殺傷事件というのはやっぱりいろんなとこで相次いでるとえ今回含めてこの死刑を行った意義をお答えください」って。<laughs> そういうい話になるんだ,とだからこれがイコールその藤田さんの言うところのね国連の人権とか当たり前に生きていく権利というその人権なるものが普通にあの理解されてない日本で。 メディアののの質問でささええもがこ意義をお答えください最近入管法に関しても私もいろいろこうあの何て言うかな反対派の学生団体の、うん、あの話とかですね例えば、うん、今これ入管に関してはも,うもちろんウィシマ弁護団もすごいんですけれど、うん、高校生とか大学生を中心にこの入管法改正法案を通すべきではないと、うんうん、それこそ日本は難民認定率1%以下なのに、うん、もう3回目の難民申請をしたら原則 あの強制創価の対象になる要するに国の方としては、うん、あの、収容している人が難民申請を次々何度も何度も繰り返すために、うん、その間、まあ、返すわけにもいかず、ずっとこう、してなきゃいけないっていうのはおかしいじゃないかっていうふうに、うんうん まあ頭の中でで思ってるわけですよねでそれが長期収容にもつながってるから<う>ここを解消しなきゃいけない、うんうん、難民認定率上げながらねそれをやるなら分かるんですけど1%ですよまだ、うんまあ、欧米含めて3040、まあ、カナダなんか50%ですよね。うんうん、でクルドの難民なんていうのはつい最近ようやく初めて1人、うん、1> クルド人の難民が認められましたけど、うん、ほぼ川口にいる2,000人のクルド人っていうのは全く認められてないですし、うん、あの東京クルドっていうのが。 去年年一昨年かな、うん、あの非常に評判になって法務省の幹部なんかも結構見に行ってくれましたけれど、うん、そこに出てくるあの親がそういう、まあ、な難民認定されないけど連れてきてクルドであのトルコでいろいろ被害を受けてたので、うん、逃れた子どもたちっていうのはも,うもはや日本語の方がペラペララなんですよねそういう彼らもインタビューしてる子どもたちってみんなはっきりで複数もう3回以上申請なんですね。うん、そういうい子も もう10羽人がらげに相関機器罪対象になるということで。うんうん、もうあっ ではならない法律を今また通そうとしている、うん、で,でもこれこれあの二年前に解約案出た時も、うん、解約案と言わしてもらいますけど、うん、どこが解約の、うん、ま,まあそうですねもうあの入管法に関してはもう散々あのね感覚を受けてきてました、うん、例えば長期使用してはいけない上限決めなさい、うんうん、あとあの全権収容って言ってね、うん、あのもう逃亡しないとわかったら本当と入管法に入管所に入れちゃいけない、うん っていうのを個別でちゃんと審査せずに、もう全員を掘り込むという、全権、うん、収容。うん、そして、あの、司法の関与がない。うん、ね、拘束するのに司法が全然関与せずに、もう行政の裁量だけでもう決めちゃう。そうそうもうその3つはもう絶対改善しなさいっていうことを散々言われてきてるのにかかわらず、うん、マイナス50ぐらいの現在の法案、あの法律をマイナス80ぐらいに下げるような法案が出てきたわけですよね、2>, うん、2年前に。で、これほっとけないと思って、まあ、今だから言いますけど、これもまあ書いてますけど、裏話としてですね、<laughs> まあ入管に詳しい弁護士さんと一緒に、 に国連のあの特別報告者に通報しました、うん、そして書簡が出たんです、うん、でもいかんよということでであの時ちょうど牛島さんの事件もあったし、うん、いろんな人が声を上げて、うん、まあ結局一応取り下げられたのにもかかわらず、うん、同じやつをまたちょっと変えてもうん、取りないですよね、うん、まだ出してくるという,う、うん、まあ、でもそこのところには普通の日本の人たちの真相にある外国人を排除した意識っていうのを変えるっていうようなこう動き 事態を、まあ、政治がやってないから、その。そこにあるものに乗っかって。そう、日本に権利がないのに、いるなんて、それだけで。いけない外国人だ。人権はないって、こうなっちゃってるんだ。ああ、なるほどね。あの、在留資格というのがないだけで、まあ、これで不法だって、私もいろいろ発信してると。だって、これ不法だから。そう、不法移民だ、不法入国者だって言うんですけれど。これ、アメリカはバイデンさんになってから、その紙が。 もうそのドキュメントがあるかないかだけでやはりその人権侵害をしてはいけないっていうことで今は当時はイリーガルっていうふうな言い方をしてたのは今アンドキュメンテッド紙がない人たちだという言い方をしていてそこだけでもだからこれ今毎日新聞なんか表記変えてるんですけどいわゆる不法滞在者でなく非正規滞在者とかね非正規滞在外国人という言い方にしてるのでこのメディアがどう表現していくかってことも問われている話なんですけど。 でもこれもね、あのだから最近読売新聞今までおとなしくてけん結構感じのいい政治部の若手記者だったんですけど <laughs> 私が言われらそっち側のねやっぱり学生団体も含めて斎、うん、藤さんって長男が学生なんですね大学生、うん、でその彼と同じぐらいの学生がもう本当に毎週末国会前で嫉妬院デモをして、うん、かつて廃案したものをもう一度出さないでくれって言ってて、うん、できれば大臣に会いたいという、ま、あの今週あたりにその会うかどうかの結果が出るんですけれど、うん、でその学生というのはいあの入管収容者といつも 何が大変なのかとか、向き合ってるんですね。うん、仮方面や、主要者の。だから、彼らの実態をすごく知ってるので、うん、で斉藤さんというのは、ぶっちゃけ言いますけれど、話さんに比べると、あの、話さんは、<laughs> あの、死刑のね、<laughs> あの、失言で飛ばされましたけど、うん、法務委員会の筆頭理事をやっていたので、すごく詳しいんです。あの、法務、うん、行政に。ある種、あの、法案を出そうとしたとき、こんなんじゃダメだと。突き返したんで、実は前回の国会はなんか、 完全に見送られてるんですね。うんうん、だけど、まあ聞くところによりますと、斎藤さんって人はいいんですけれども、やっぱりちょっと保守的なあの国家館っていうのは <laughs> お持ちでしてね。<laughs> で、官僚の言うね、うん、いや、これをね、通さないと本当にとんでもない人なかなか返せないんですって、多分いろいろレッグをされ、ねうん、まあ通せと。うん、まあ官邸の意向もあって通せとなったっぽいんですけれど、 この問題の本質的なところにやっぱ向き合うためにそういう支援団体の、ね、話とか弁護団体も含めて、ねうんうん、お聞きしないんですかって言ったらそういう話をまた私が批判的にどこかで書かれたりするのに合わせてうん、うん、最近もおとなしかったその読売の政治部記者さんとかがさっきも通信んスポンって今、うん、って今仮放免を出し始めてからコロナ禍の原因もあるけど今、逃げてもあの行方の分からなくなっている方がどうも1400人いると。 こういったことも含めて、えー、法改正、改正法案を通すことの意義をお答えくださいって、聞いてるさながにこうやってこうやって入ってくるっていうね。だからう公募が続いてるわけですよ。今の意味は、今の意味は <laughs> 質問した記者の方は、その仮方面、あのコロナになってあの密室で収容密集して収容してたために、爆発的にかかったら、うん、なってしまうっていう最初の頃に、 まあなんか、江戸時代で言ったら解き放ちみたいな感覚ですよね。うん、<laughs> 政府の方はね。あの、一旦外に出ていいよということをしたわけですね。うん、で、その後、所在が不明になってした人たちがたくさんいるということを言い募って、従ってもっと管理しなきゃいけないって、こういうこと、ね、で言いたいんだと思うん。うん、でもね、そこで面白いのが、なぜ逃げるのかっていうのはまあ当たり前なんですけど、ひどいんですよ、やっぱり収容の状況が。うんうん だから一週間か数日でも大臣とか政務官とかみんな住んでみればいいんです。うんうん、あの結構健康なあの身,身体状況,状況で来ても精神を病む人がほとんどですから。うんうん、で、そのあの、駒井千恵さんってウィシマ弁護団の一人が言ってたのが、うん、イギリスの主流説って言ったらもうゲームもできるし、<う>運動もできるし、インターネットも普通に使えるんです。うん、それだけその、い、あの、なんていうかな。 ドキュメントは持ってなくても、うん、そういった外国人でいろんな、まあ、国外での、うん、国内での圧迫を受けて逃げ,た逃げてきた人もいるし、やっぱり人権が守られてるんですよ、うん、その環境が。うん、そういうところであれば、その州施設にね、なぜ戻らないのかって分かるんですけど、結局ひた、悲惨なわけですよね、うん、ウィシュマさんのことで分かったように。だからみんな。うん、小玉さんたちが日本に来た、あの、イギリスに視察,視察に行った時、うん、私もちょっとだけ同行させていただいたんですけど、うん、その時にですね、 あのもう全然スタンスが違うんですよ、うんそのね、移民難民裁判所の判事のインタビューにしたんですれる、うん、から。で、その時にね、裁判官ですよ、裁判官が何が言ったかというと、人はマグナからカルタのの時から、移動の自由が守られているって言ったんですよ、うんうん、裁判官ですよ。うん びっくりしましまたよだからもう全然スタンスが違う。だからその人たちはやっぱりあの危険を逃れて日本イギリスに来てるんだからうん、うん、仮放免になったらもうすぐに解放するんですよね。うん、そしてもう車も用意してあげる。うん、そして仮放免の時は仕事はできないけど少しの資金援助もすると。うんうん、でさっき磯子さんもおっしゃったように、まあ、入管の中も外に出れないだけで普通の生活ができるようにしてるんですよ。料理はできるしっていう感じで。うん、で、まあ、面会も夜9時まで20あの360分にできる。 日日本はもうだけでででししょょそれも夕方まだから全然違うっていうことでなんかもう上島さんの件は皆さんもよくご存知だと思うけどなんであんなに残酷になれるのかっていう気持ちもすごくするんですけどねだからそういうんていうか立場の客観的に見たら社会的にも政治的にも立場の弱い人の権利が守られていない 自分の権利も危うくなってくるんだっていうことに早く気がつかないといけないなというふうに思いますけこれはあの人権っていうものを思いやりとかね私人間のものとしてずっと教えられてきてるじゃないですか。うんうん、で思いやりって好ききな人に思いやりを見,見せることできますよねだけど気に食わない人でも人権はみんな持ってるんだって、うん 同じように扱われる必要があるねっていうその尊厳がありますっていうのが普遍的な人権でしょうね。でそこがなんかちゃんと定着していかないと、まあなんかねこの外国人もなんかいらない外国人は何してもいいんだみたいな感覚はなんか払拭できないような気もするんですよね。深いね。あとその法務省がえっと官僚たちがその自民党部会に出した資料っていうのを私内々で入手してみたら。 いかにこの収容されて逃げてたり、行方がつかめなかったりした人たちの中で、刑法犯がいるかみたいなのがブワーって出てるんですけど、いや、みんな、一応それは刑の服役を終えてるわけですよね。重い犯罪を含めて。で、それはやっぱり日本で生活しづらい中で、あの、刑犯を、刑犯に手を出した人とかはいますけれど、その人たちが、それはそれでその、日本人と同じように刑務所で服役し、そこは刑は終えてるわけですよね。その後に、ま、入管に。 いる人たちとかなんですけど、うんうん、そういうところまあ問題視をしてるしそのじゃあ 逃げてる人たちはどういう人たちなんですかっていうのに、斎藤大臣は、それ、読売さんの質問しましたけれど、いや、ここ、あの、個別の自由については答えられませんっていうね、<laughs> それなりのプライバシーがあるとか言うんだけど、あの、かつて、あの、技能実習生が年間だって、大体三千3000人逃げていて、うん、これ今多分技能実習制度を廃止するかどうかの検討有識者会議が開かれてますけど、ねうん、非常にこう、転職もできなかったり、うん、もう500円以下の、もう、うもう低賃金、最低、最近をもう、はるかに上回る賃金で働かされたり、うん 結局逃げてた人の理由を聞くと、まあ、非常にそのその働く環境が悪い低賃金だっていうことがメインの理由8割ぐらいがそれで逃げてたっていうのが分かったのに法務省が出した報告はえっと より良一瞬なんかさなんか別にね <laughs> 何もじゃあ技能実習制度自体が悪くない聞こえるじゃないですか <laughs> うん、うん、実態としては違うわけですよねうそういうごまかしを重ねてきたのがやっぱ法務省なので,で入管のことも若干その、ね、煮ても焼いても何でもいいんだっていう60年代とは少し変わりましたけどもともと入管施設に入ってた あの今その逆側の立場で本なんかを書いてる方に聞くと、うん、あの誰一人刑事罰を受けてないわけです。これまで24人ぐらいが民間の発表では亡くなったり自殺したりしてるんですけど、うん、施設内で。でそういう中ではっきり言うとここだけは違い法権という収容施設は自分たちは何をしても罰せられない。ね、なで自分たちの一番やんなきゃいけないのはとにかく相関 あの一本主義義とととかとにかにく彼らを返すことが正義なんだ、うん、だからはっきり入ってた時は自分自身もね、うん、それがまあ当然だしここで何があっても自分たちが裁かれることはないっていう、うん、そういう意識になっちゃってたってんですねでいまだに確かに上島さんの事件なんてこうアメリカだったら第一級殺人じゃないかってそうですね上島さんの件は言われあの映像が5時間分法廷で上映されることになるんですけど。うんうん まあ見たら悲惨だと思います。今一部、うん、あの見た,悲惨の方たちの記者が、ね、裁判所で見れているんだっけ、うん、あのスケッチを出したりしておられますけどもね。うん、あのまあデニスさんの件にしてももういろいろとこう裁判の過程で証拠映像が出てきますよね。うんうん、私のエセックス大学の学生とかにまあ授業で見せたりするんですけど、うん、もうみんなびっくりするわけですよ。うん、え日本ってこんな国だったんですかと。うん、まあ日本人でもあれびっくりすると思うんですけど。うん ウシマさんの時も CNN の私、まあ、インタビュー受けたんですけども、うん、本当に信じられないって感じででかんかいう記事書いてくれましたけどね 1>, 1年ほど前に。だからそれが日本の,その政治の方とか官僚の方に響いてこないのはどうしてですか <laughs>、ね、多分今回のの局面はさっきの ね、犯罪者が多いみたいなことを言説振りまこうとしてるのでお、うん、そらくフィリピンを拠点にした広域強盗、うん、ルフィの事件を使ってこの収容所をちゃんと管理しとかないとダメなんだみたいな言説を振りまくと思うんですよ。 本来的にはね、日本でやってることが、フィリピンがやってたことがいいとは言わないんですよ。要するに、収容所の中で、経済も自由に使える。そう、それでイ賂が絡んでっていう、それはね、どうかなっていうのはありますけど、でもそれ日本の、 今まで行われてこう人の命まで奪われているの、うんうん、そこを免罪するものは全くないし、うん、まずやっぱり自分たちの足元をしっかり見つめ直してそこを変えていくところからやらなくちゃいけないっていうところなのに、うん、まあすごい情報を操作しようと、まあ、この流れに乗ろうという感じを。 そう受けますれは中国がここで突っ込んでいこうとしてるんじゃないですか。メディアはそういう政府の対応を説明責任を問うてそうさせないようにっていう意気込みっていうのをもっと見せていただきたいっていう気もするんですけどだってウィシュマさんの件なんて絶対に入管局長にマイク突きつけてどう思ってんだこれはどうしたんだっていうふうにもっともっとやってらっしゃると思うんですけどみんなで考えましょうで終わっちゃいけないと思うんですよね。 大臣会見行くと全然そんなのなのいですよだからあのなぜかバンキシャがこの今の改正案に異議申し立てるなんていう場面がほとんどなくて、うん、外から来るフリーランスの西中さんとか、うん、私とか部外者のフリーランス系か <laughs> 私かあとはたまに朝日の編集員的な人が、うん、まあ聞いてくれる。うんうん、だから、ね、うやっぱりあれもねバンキシャ制度の。まあ、内々では 朝日のあのキシの人なんかすごくあの結構人格的にもいい人だと聞くし彼は結構ネタも取って書いてるんですけど、うんうん、その会見上ではあまりビシビシ聞けないので<々>おそらくそれは、まあ、あの情報を取る,と取ることとの関係性なのかなと思うんですは、ね、ウィシュマさんのこの映像は多分報道えあの法廷でやったらそのまま流れるかな外にも。 そうですあの1回目の法廷を過ぎればで,、ね、でもそれが3月上旬になるのか下手すると5月だと月、うん、そうするともう衆院通過してるだろうって言われてるんでそれでね<の>政府の方は政府の方というかあの国の方は何としてもこの上映,上映を阻止したかったみたいで理由も理由ね笑っちゃうんだけどね三、うん、島さんの尊厳を尊重するためそうそう尊厳を 遺族はね、見せろと。見、う、せ、ん、るのにね、不幸、うん、の逆、ね、おかしいんですよ。吐き気を催したり、おうとしたりする場面と、おむつを使用しているところが明らかになる場面とか、失禁していることが浮かれる場面など、<ー>当日の場面まで記録されていて、 このような場面は一般に他人に見られたり知られたりすることを希望しない場面であるから<ー>死者に関するこのようなその画面がね大型モニターを用いて再生されるというのはどんなもんか、<laughs> こういうことでまだ応じているから全然 うん、いや遺族はもう再三事件直後から、うん、あのこのビデオが本当に今政府が私たちに説明していることは信じられないと、うん、だから全て出してくれとそしてそれを私たちだけじゃなくてみんなに見せてくれと、うん、で日本の中で入管がどんなことが起きてるかを国民全員にしてほしいってずっともう21年、ね、3月以降言い続けてるわけです、うん、だこの間も斎藤さんがまたそれをペラペラね官僚文書読み上げるからもう本当私も腹立って <laughs> あの今それをおっしゃいましたけどと遺族はこうやってずっと望んでんですよ っだからやまあやっぱりそこがですねそれと、まあ、そういう良い方向への改正を改正っていうか動きを支えるのはやっぱりこう基本的な社会の雰囲気みたいなものも必要だと思うんだけど、うん、そこがやっぱり変わってないのがなんとなく絶望的な気持ちもしたりします。結構長くなっっってしまったんんでですがその藤田さんずっとこの本の本中で その何を武器にするかっていうことをいろいろ述べられてるんですけどその中でいろんなあ何て言ってんですかね国際的な人権規約の中にはその例えば銃権規約の個人通報制度とかそういうのがあって私が被害を受けましたっていう人が日本の中じゃなくて世界にそれを通報して問うってことが可能な制度があるんですけどこの部分だけ日本は議定書を認めてなくて。 できない個人通報制度っていうのは、十限、うん、規約以外にもあるんですけど、ちょっと説明すると、まあ、どういうことかというと、例えばこの上島さんのケースでも入管の問題ね、児、うん、玉弁護士がここでも話されたと思いますけど、彼が日本イギリスにいたときに、視察して、うんあのね、イギリスも最初、ひどかったですね、うん、入管問題ねだけど、うん、イギリスの場合は今は今ね。 裁判所が助けてくれる何でかというとイギリスはですねどういうものかというと、うん、条約の、まあ、批准している国はですね、まあ、もう一つ条約にくっついているあの選択規定書というのを批准したら、うん、まあ国内の裁判全部終わって。 不服が残るときは条約機関に持っていくことができる。要するに最高裁で負けてもその上があると<う>いうことですね。そこで条約の国際人権基準に基づいてそのあなたが負けたね、ケースをあの判断してあげますということをまあ言って、そしたらひっくり返ることがしょっちゅうあるわけですよ。うんうん で条約の基準と国あの裁判の、うん、でイギリスの場合も最初はねそうやってなんか変な判決出してたけどその上に行った時にひっくり返されることをどん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 ,どん繰り返すと裁判官も学んでじゃあ国際人権基準で難民認定しなきゃいけないとかいうことで変わっていったんですよでそういうツールなわけでねだけどそれが日本は全然使えない,えない日本政府はそれを受け入れてないだから最高裁判所で終わってしまうそしてどうせっかく受けているこの条約のまあ 通報制度に基づいてもっと強い韓国で出るツールが使えないから、うん、まあ何もこうあのそこが風,や風が通っていないという感じで本来だったらその制度が使えればどんどんこれが、ねまあ、裁判所にも影響していくというので、うん、変わっていくはずですけどそれがまあできていないでこの制度を使えない最高裁の後のまの制度であるこの個人通報制度を使えない選手国は世界でで日本だけです、うん、<laughs> い,いつ頃つくつけているんですかそのイギリスなんかは。 あのね、イギリスの場合はちょっとまあこれ複雑になるんですけど国連以外に世界にはです、ね、ヨーロッパ人権裁判所とか、ね、あの米州人権裁判所とか地域の人権裁判所があるんですよ。うん、そこも同じ制度を作っていて、うん、ででイギリスはそのヨーロッパ人権裁判所の制度をまあ使っているんですね、うんうん、だからそれ多分もう随分前ですよね、うん、すそれに入った頃にもす全部受け入れてるんだと思うんですけど。 あのだからもうそういう地域の人権裁判所のその制度全部入れたら本当に世界でこれを使えないのは日本だけだと先進国でね、うん、っていうことも知られてないですよね。全然知られてないですね。だからこれがじまあ実現すると今まで話してきたようなそのまあ、ねね、差別の問題とか、うん、もういろんなことが。 だんだんこう変わってくるはずなんですけど、う,ね、うん、行き詰まってますよね。そこ夫婦別姓の問題とか、その同性婚の問題とかは。ね、かなり状況が。的に変わってくると思うんですけどね。と,ねうん、というようなことで。実は私たちが。なんか意の中の蛙。日本語の壁の中にいる。のかな。うん、なんか。本来だったら。すごく。恩恵を受けられるはずのものを受けられないまんま。こう。 なんて言ったらいいんですかね本当に人として生きられない人たちをたくさん国内に抱えているっていう状況になってるんですけれどもぜひこの本あのお買い求めいただきまして読んでくださいあの格論的にいろんなあの具体的な事例についてのお話も裏話も含めて面白いですし、えー、最初の方にこの相対的な全体の 地図のようなものも書かれていて、えー、大変お役に立つと思います。ということで、えー、もうちょっと帰られる直前に <laughs> 出ていただいて、はい、あ,ありがとうございました。今回はあのもうあと4日しかいないんですけど、<laughs> また帰ってきますね。11月に、はい。そうですね。その時にまたお話を伺いたいと思います。はい、あと早苗さんはいろいろ大学とかの授業がね、あねたくさん。帰ってきた1ヶ月2ヶ月の中で受けれるところはいろいろ受けて、こう学生に授業をして。 この冬も18大学22コマあ呼んでいただいていろんな大学に呼んでいただくのでこれ見ておられる大学の先生うちにもと言われる方はぜひ呼んでいただければ喜んでいきますし一般の方に向けてもあと弁護士さん向けの話とかもやり始めたっぱ弁護士さんしかできないことあるあとメディアの方ねこれ南さんたちが企画していただいて12月にもやったんですけどそういうこともやっているのでとも関心を持たれたらお呼びください。 でこういう話って聞いた時はすぐ役に立つわけじゃないけど<う>こう沈んでいって本当に必要な時に浮かび上がってくるっていうそういう知識だと思うので大事だと思います。うんうん、今日はどううも長時間ありがとうございました